ちょっと急にくさいくさいって言い始めたんですけど、この人はちょ、念心か。池袋の中華食材スーパーみたいなところに来てます。これは菅さんがおすすめしてくれたところなんですよ。そうなんだ。後ろの方にごま屋さんもあって、ガチに食材とかたくさんあるから、ちょっとどんなものを置いてあるのか、確認しておきましょう。このビル外から全く見えないから、池袋にこんなところがあるなんて思わなかったね。台湾屋台って書いてある。そうそうそう。じゃあここでご飯食べましょう。オッケー。今日また台湾ご飯ありますので、今日も面線とか食べたいと思います。あ、ジーパイ売ってるじゃん。そう、シュー豆腐もあるよ。おお。写真見るとこっちのシュー豆腐なんかしっかりしてる。胡椒餅パイっていうのがある。どこある？うん、すごい時間経った。いろいろなんか選択肢が多すぎてようやく決めた感じです。台湾角煮ご飯と台湾大腸なんとか、はい、台湾包小肠、あとは麺線ください。麺線と汁豆腐。あ、今晚餐飲んでみる。今晚餐要一個。要。あと台湾コーラください。コーラ、はい。また？マジ？本当に好きになっちゃったね。いや、台湾料理と一緒に食べるのがちょうどいい。じゃあごめん、我要鲜草蜜。鲜草蜜一个，那个吓死一个。对啊，怎么办？还是喝爱玉哈。你有鲜草蜜吗？我在想说要不要吃爱玉，好久没有吃爱玉了。对啊，爱玉或鲜草蜜都不够。还是我爱玉好了。那个萨斯要不要？萨斯要。什么？ここ会計場所なんだ。ここで、ここの会計の方法がちょっと違うらしくて、ここでこの料金をこのカードにチャージすればいいだろう。はい、タカさん大好き台湾コーラ、サース。え、そのサース。また頼んだ。はい、どうぞ。トマトさん初めて食べるんだね。あ、なるほどね。切ってくれてるんです、食べやすくするために。あ、全然想像してたものと違った。で、普段ちょっと屋台で食べるとなんか本当になんかそういうホットドッグみたいな感じで手で持って食べるんですけど、これちゃんと切ってくれてるから食べやすくしてもらってるんですね。食べます。はい、大腸包小腸。思ったよりも食感がすごいある。なんか お餅とソーセージ一緒に食べてる感じだね。これ一個でも一食みたいにやれる感じ。確かに。白いやつはダーちゃんって言うんですけど、ばあちゃん、ダーちゃん、違う、ダーちゃん。それは真ん中米じゃん。米にソーセージもなんかおにぎりみたいな感じですよ、構成は。美味しい、美味しいです、パクチーが効いております。久々の実家の味ですね。いやー、いただきます。台湾の超詰め甘くて、私もともとすごい好きだから、それ単独に食べると味濃いじゃん。でこの白い米の層と一緒に食べるとちょうどちょっと融和してて、食感ともじもじしてるから美味しい。これで晩ご飯としてなんかこう食べたら嬉しいなって感じ。いいコメントいただきました。しかもね、パクチーも入れてるからなんか本当にアクセントになるので豪華な。美味しそうに食べております。美味しいですかね。視線、断面も雰囲気違いますね。本当に香辛料なんか詰まってる感じ。ソーセージよりはチャーシューみたいな感じに近い。肉感が強いってこと。そう。わかった。ちょうど今ここ視線の腸詰めがあるから比べてみていいかもしれないね。台湾と視線の腸詰めの違いは。四川のソーセージはね、あれ、やっぱり辛くて美味しい。台湾のやつはね、すごい甘い。甘くて、なんて表現したらいいんだろう。スパイシーなんだけど甘いんだよね、すごい。独特のね、香りとね、甘みがすごい口の中に残る感じ。四川ソーセージはもう本当に
辛いなんか肉の塊みたいな。パーパンすごい。母さんのこのおかず。わあ、美味しそうじゃん。あ、こういう感じなんだ。これもなんか想像してたのと違った。なんか丼みたいなのが来るのかなと思ったら、なんか普通にでっかいお皿に盛られてきたからびっくりした。これは何？ご飯。ちょ。何？これはルーローみたいな感じかな。そうだね。あそこまでは多分ルーローさんと同じで、でもコンローさんの角煮っていうのはこれがまだあるから。うん。こんばんはね。めちゃくちゃうまいこれ。おやばい。好きな味。めっちゃ俺好みの味。なんかね、ニンニクすごい効いてる。そう、ニンニクがめちゃくちゃ効いてる。すごいうまい。はいはい、これをこいつと一緒に食べて。ごめんなさい、ちなみになんですけど、この米の盛り方がもしかしたらタレの形してるかもしれない。え？でもちょっともう変わっちゃったんですけど、多分普段は丸く盛り付けてるのに、これちょっとこんな感じにしてたの、台湾の形にしてるかもしれない。なるほどね。そして、角煮。あ、そうだね。すごい煮込まれた、いい色をしております。うん、美味しそう、やばい。うまい。すごいね、しっかり味が染みてる。ミエシューミエシュー。前回の店と雰囲気が違うんですけど、うん、同じく美味しそうですよ。はい、また香川さんが気づいたことがあるらしいです。ヘソンサス甘いじゃん。はい、だから、ね、料理の辛みをちょっと抑えるのにちょうどいいかもしれない。そのサスもだんだん高さんの方で髪人形になってきた。ちょっと急にくさいくさいで言い始めたんですけど、この人くさい、ちょっと年春か、これがちょっと多分肉とかの匂いじゃない。超かな。食べてみる。臭豆腐まだ出てきてないのくさいとか言ってる人がいる。この間食べたのとなんかちょっとまた味の感じが違うね。そうそうそう、味噌によって本当に味が違う。この間のやつの方がちょっと甘めな感じだった、うん、ちょっとなんか刺激が強め、あと臭みが強め。超食べた食べた食べた。超の食感とかは、まあ、美味しい。いける範囲、うん、全然好きだよ。臭いとか言ってるから大丈夫かなとか。臭いは臭いけど美味しいは美味しい、うん、臭うま。食べちゃえばそんなに気にならないんだけど、匂いだけ嗅ぐと臭い。で、还有爱心，好好，对对对。过完了。これ豚の卵、うちのお父さんが食べれないというか嫌いなやつ。これか、なんかでもソーセージみたいだね。豚の卵、ごわんですね。高さんはどうでしょう。これも初ごわんですね。どうした。うめえぜ、このスープ。スープが、うん、そう、たまにね、こういう屋台のスープが、ね、染みるよ、ね、なんかわかんないけど、あー美味しい、さっぱりしてるけど、純粋に少ない味付けで、このちょっと塩味の効いたスープに肉が乗っかってるって最高じゃね。神メニュー。すげー飲んでる。うまっ。なんかすっごいジューシーなソーセージだね。うまい、めちゃくちゃうまいよ。よかった。おいしそう。くせえぜ。相変わらずくせえぞこいつは。でもさっきなんかあの日本人のおじさんが台湾で食べたやつと比べると全然半分ぐらいの臭みだって、うん、台湾で食べたけど俺鼻がバグってたのかな。、うん、油揚げみたい。うん、うん、臭い。これもまあ臭うまだね、うん、臭い。ついでにちょっとタダさんにインタビューなんですけど、はい、今まで食べてきた台湾料理の中で一番好きな5位、うん、何でしょう。ね